ラジオドラマで聞く名作文学。ある世の星たちの話。小川未明。それは寒い寒い冬の夜、空は青々として磨かれた鏡のように澄んでいました。一片の雲すらなく、すすり泣きするような細い声を立てた風が吹いています。遥か遠い遠い星の世界から地球を見ますと、真っ白いもやに包まれていました。地球の上はしんとしていて寒そうに見えるな。星の一つが言いました。普段大空に散らばっている星たちはめったに話をすることはありません。何でもこんな寒い冬の晩で、風もあまり吹かない時でなければ彼らは言葉を交わさないのであります。ちょうど真夜中の1時から2時ごろにかけてでありました。今頃は誰もこの寒さに起きているものはなかろう。木立も眠っていれば、山に住んでいる獣は穴蔵で眠っているであろうし、水の中の魚は何かの物陰にすくんでじっとしているに違いない。生きているものは皆休んでいるのであろう。これに対して、あちらに輝いている小さな星が言いました。この星は下の世界を昼夜見守っている優しい星でありました。いえ、今起きている人があります。私が一軒の貧しげな家を覗きますと、今お母さんは夜中に起きて火鉢で牛乳を温めています。赤ん坊は毎晩乳を欲しがりますが、お母さんは乳が乏しいのです。そして赤ちゃんがかれこれ乳を欲しがる自分だと思っています。他には二人の子供がすやすやとよく休んでいました。姉は工場で働いているのです。弟の方は道角に立って新聞を売っているのです。二人ともあまり年がいっていませんのに、もう働いて貧しい一家のために生活をしなければならないのです。二人の子供はどんな夢を見ているのだろうか。せめて楽しい夢を見せてやりたいものだ。姉の方はお友達と公園への道を歩いている夢を見ています。春の日差しの中、優しい微笑みが浮かんでいて、姉は今幸福であります。弟はどんな夢を見ているのだろうか。あの子は昨日いつものように新聞を売っていますと、どこかの大きな犬がやってきて吠え立ててきたのです。びっくりしたことでしょう。そのことが頭にあると見えて、今大きな犬に追いかけられている夢を見てしくしくと泣いています。無邪気な頬の上に涙が流れて、薄暗い灯火の光がそれを照らしています。その子供がかわいそうじゃないか。誰かどうにかしてやったらいいのに。私はその子を優しく揺り起こしました。そしてそれが夢であることを知らせてやりました。それから子供はすやすやと眠っています。星たちは二人の子供について安心したようですが、ただ母親がこの寒い夜に一人起きて牛乳を温めているのを不憫に思っていました。星たちはしばらく皆黙っていましたが、もう他に変わったことがないか。今二つの工場の煙突が互いにどちらが毎日早くなるかと言い争っているのです。それは面白いことだ。煙突が言い争っているのか。ええ、そうです。
一つは紡績工場、そしてもう一つは製紙工場でありました。毎朝5時に汽笛が鳴るのですが、いつもこの二つは前後して同じ時刻になるのでした。この朝も昨日はどちらの工場の汽笛が早く鳴ったかということについて議論をしていました。昨日はこちらの方が早く汽笛が鳴ったぞ。いや、私の方の汽笛が早かったでございます。ピーピー、神田学生尺に触る。あれでも暮らしてんのか。そちらの音など宗谷の音しか出さないではありませんか。うちの紙は日本一書きやすくて繊細で通ってるんだ。あんな汚れた煙突の何が素晴らしいというのだね。こちらだって肌触りの良さは世界にも通用する快適さです。どちらが早いかよく気をつけて聞いてやがれ。はあ、そちらさんもお気をつけ遊ばせ。しかし誰か確かな証人がなくてはな。それもそうです。やはり誰か公平な第三者がおらねば。誰か。二つの煙突がどちらの工場の汽笛が早いか裁判してくれるものを欲しがっています。誰か工場のあたりにそれを裁判してやるようなものはないのか。この寒い朝そんなに早くから起きているものはないだろう。みな床の中に潜り込んでいて汽笛の音に注意をするものはいまい。それに注意するのは貧しい家に生まれ親の手助けをするために朝早くから工場へ行って働くような子供らばかりだ。そうです。あの貧しい家の二人の子供ももう床の中で目を覚ましています。それから後も優しい星だけは下の世界をじっと見守っていました。もうじき夜が明けるね。じきに製紙工場か紡績工場の汽笛が鳴るから起きなさいよ。姉さんは起きてご飯の支度をするからね。あら、今日はまだ眠っておいで。今お母さんがご飯の支度してるからできたら呼ぶからね。それまで休んでおいでなさい。まだ工場の汽笛も鳴らないのだから。お母さん、赤ちゃんよく眠ってるわね。昨夜は寒かったからよく泣いていたのよ。今やっと寝入ったところなの。地の上は真っ白で霜に閉ざされていましたけれど、もうそこここに人の動く気配がしたり物音がし始め、星たちはだんだんと星の世界へ帰ってゆきます。ですが太陽が顔を出すにはまだ少し早い時間でした。キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。